ははいいさんこんこにちは元気なおじいです今日は9月29日土曜日時刻の方は16時41分です。さあレンタル Wi-Fi のお話をしたいと思います。今回は視聴者 Q&A こんな質問が来ました。はい、こちらです。はいえー、好きの,の、うん、好きザカさん、ね、ありがとうございます。 えっと、公式サイトが分かりづらすぎます。3日間で10ギガなどもない、完全無制限で YouTube なども最高画質で見れるのはあるのですかという Q&A です。質問です、えー。ご質問ありがとうございます。えー、元気なおじいが今現在、 ね、この国内で把握しているレンタル w i f i 会社の中で、まあ、唯一唯一ねたった一か所だけ唯一好き乃木坂さんが今質問されたその答えを持っているレンタル w i f i 会社があります知らない方が多いです それが i ビデオと言いますこの日本の中で正真正銘のソフトバンク回線で無制限で使える格安のレンタル Wi-Fi があるのですこれは i ビデオが台湾に本社を持つ会社だから これが実現できています日本の会社のレンタル w i f i 会社は到底ま似ができませんいろんなね事情がありますで今式き木坂さんが言ってたのは例えば元気なおじで言うとこの iVideo からレンタルしているこのソフトバンクの 304ZT というねこの機種があります i ビデオのホームページを見てもそこにはラインナップにありません表向きの商品一覧にはない機種になりますそしてもう一つ最近ね表に あのまあ暴露というか今までは水面下に隠れてたんだけどまあこれは違うんだけどね 501HW という機種が100ギガプランと無制限プランと2種類出していますこれも正真正銘の無制限プランがありますただしあの使い勝手で言ったら 304ZT の方が本当の意味の正真正銘の あの無制限になりますそれで公式サイトが分かりづらすぎますこれねわざと分かりづらくしてやるんです i ビデオもえっとねしばらく前まではおじいのバックアップおじいは i ビデオの情報を1年半ぐらいずっと出し続けています 1>, 1年半以上ずっとアイビデオをね使ってますレンタル w i フ f i をそれで最初の頃は普通に普通に表にサンバリオン z t も無制限プランで置いてありました値段も安く出してました日本で一番安く借りれるのがアイビデオでした 格安の民泊 w i f i で火付け役になったのは富士 w i f i というところです。それとほぼ同時にスタートしたのが i ビデオです。ただ知名度的にはとても低かったです。であとホームページが、あのー、ちょっとインチキ臭かったんで、うん、やっぱり日本語がちょっとおかしいんで、なもんでなかなかね、あのー、借りる人がいなかったとっいうのが現状です。 そして値段の競争とかもあるので、まあ、富士 w i フ f i もこの i ビデオという会社もだいたいスタートの頃はね2800円ぐらいでやってました前は安かった本当ねでだん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 ね、あのー、値段が上がってきましたで i ビデオという会社は日本で唯一本当に企業努力で安くお客さんに使ってもらいたいということで 安くレンタル w i f i を提供し続けている唯一の企業であります他のレンタル w i f i 会社は国内のレンタル w i f i 会社はいっぱい出てきました富士 w i f i とか桜 w i f i とかのぞみ w i f i とかいろんな会社がね出てきましたで宣伝のために広告費をかけないで値段が安いであの ネットの中でちょっとパッてねあの情報をバーッとあの出せば YouTuber が勝手に宣伝してくれるのでねほんの1ヶ月2ヶ月だけ無制限プランを安く出してであの宣伝をバーッてやるでその後に無制限から制限ありに変えたり値段をねどん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 高くしていってもうあの普通のそこら辺の高いところとそんな変わんないっていうね あのそういうふうに日本の企業はみんなやってます。だからデビューしたときに知名度を上げたり固定のお客さんをつけるために一ヶ月か二ヶ月だけ一瞬だけ本当の無制限を安く出して噂を流させます。でその後は全く異なる制限がかかるものを値上げして高く出しているところが多いです。ただそういうあの商売の戦略を しかないこの日本の中でたった一社だけアイビリオというねあの台湾に本社を持つこの会社大阪,と大阪の大梅だと東京の浅草に店舗を構えてますこのアイビリオというところはずっと継続して1年半以上もうそれもうすぐあの丸2年経つんだけどねもうちょっとしたらねあのずっと格安でレンタルをし続けてる唯一の 会社ですそれでねどうして i ビデオの公式サイトは分かりづらいのか表のメニューと裏メニューと分けたのか事情がありますこれは三大キャリア、ね、例えばあのこういう w i f i ね何ギガいくらという値段で皆さんキャリアで契約すると思います。 で7ギガまでいくら7ギガ超えたら追加料金が必要ですよじゃあ10ギガいくら20ギガまでいくらとか今は50ギガまでとかねあのいろいろあるでしょうでそのプランによってあの値段が変わっていくわけですそうでしょうそれで今あのギガモンスタープラスとかあれも7480円のプランです 条件があった時だけ割引があるんだけども基本的に50ギガプランで7480円です。無制限ではありません。100ギガもありません。それでそんな中だよどこのキャリアも、ね、容量が、ね、何ギガ何ギガ何ギガで段階を応じて、ねあのー、1キューパー2キュッパー3キュッパー5キュッパー7キューパーしてね でなんだかんだ言いながらスマホを活用している方は大体いい月1万円払ってるって方も珍しくありませんでしょそんなにいっぱい電話かけるわけじゃないでしょ電話なんかかけ放題使ったりライン使ったりするし大体いいね電波を使ってるんですそうでしょうそれでこのね三大キャリアプラスアルファねあのもう 本当と湯水のごとくねガン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 ね本当に蛇口をひねればっていうか一人捕まえればもうあの縛りでねもう何十万絞り取れるこういう商売ボロい商売ですそこに価値をつけているのは何ギガあたりいくらぐらいっていうねそういうものですそうでしょうそんなところに i ビデオが無制限で使えるソフトバンクの回線をね今 月額3900円でレンタルしてます無制限だよそれであの動画見放題 SNS 動画放題なんかあれみたいにこれとこれとこれはノーカウントだけどこれとこれとこれはダメだよとかあるでしょそういうのも一切ない動画視聴制限も一切ない速度制限もかからない 1 0 0使っても2 0 0ガ使っても3 0 0ガ使っても、あのー、禁止されている使い方。例えば24時間あのゲームをつけっぱなしでね、とかあの、違法なダウンロードのサーバー使ってるとかね、そういうあのダメですよって言われること、ねあの、そういう使い方以外だったら規制されることがありません。このサンマリオン ZT。規制された例を聞いたことがありません。 そういう情報があれば元気なおじいのところに来ます。i b ビデ d o のサンマリオン j t ー無制限を使って、規制をらったという情報はまだ耳に入っていません。それぐらい本物の,あの無制限で使えるのがこのサンマリオン j t ーです。ただね、i b ビデ d o はあのいろんな機種を安く表で出してました。そしたら、当然ながら、i b ビデ d o が もう全然何の制限もない無制限なものをこんなに安く出してるっていうねどこに行く同じソフトバンク回線なのにお前ら高いじゃないかっつってキャリアに文句いくよねいくよねそうするとじゃあこのソフトバンクの回線出してるのはどこだってことになると i v ビデオはあくまでも販売店だから正規のソフトバンクの代理店から仕入れてるわけです。 うんとこの代理店が特定されてここが締め付けられるわけですそうでしょで。でそういうねそういうのにも負けずにずっと i デオは安くやってきたんだけれども圧力がかかってます。圧力がかかって表向きキャリアと同じ値段に合わせないと。 もうあのこういうものがね取引できないそんなような感じだと思います、ね、とにかく圧力がかかった表には出せないそういう状態に追い込まれましたアイビデオはそれでもう本当にね、あのー、もうしょうがないから表向きの値段は普通の値段で統一しているわけですただアイビデオとしては 本来は薄利多売で企業努力で安くレンタルをしたい。あの旅行者向けにやってるし、日本だけじゃなくてね。本当はあの韓国台湾ね。あのアメリカの方とかね。あの、いろんなところ中国とかね。いろんなところにね。視点があります。結構広くやってます。国際的に大きな会社ですね。大きな会社で力があるからこんだけ。あの安くやることができるわけなんです。逆にね。 i ビデオを潰すことはできないけれどもでも圧力をかけることはできます国内の商品を流通させないであの i ビデオにおろす誰でもね締めつけられるということになりますなので表の看板上を紛らわしいけども制限のあるものを値段を普通に合わせて出す必要があったわけですただ i ビデオとしてはどの機種も 本来はこの値段でこの安さで皆さんに提供したいという気持ちを持っていますだから表のラインナップとは別にリンクからはいけないまかないメニュー裏メニューというものを用意してあります表にある機種はすべて裏のまかないメニューで借りると値段が びっくりすするほど安いですそしてこの人気のサンマリオン z t 表メニューにはありませんでも裏メニューだったら存在しています借りることができますで今式の,の木坂さんが言うように確かにね公式サイトが分かりづらすぎます分かりづらくするために目くらましをしてるんです これが簡単に一般の人に分かるようにやったらその圧力がかかって表向きあの高い値段で出してる意味がありません簡単に見つかっちゃったらあのまた圧力がかかるわけですこれは普通に考えればねご理解いただけることだと思いますじゃあその安い値段で借りれるアドレスどうやって入手するの 私たち分からないじゃない。だから、口コミとか、自分の検索努力で、今ご覧になっているこういう元気なおじいの YouTube のページとか、他の方もいっぱい、i ビデオ早いよね、安いよね、すごいよねっていう動画をアップしている方がいるわけです。本当に安くて真の無制限プランを見つけ出して、ググって、 検索をして、情報をゲットできたものだけが、勝ち組に入れるわけです。これがね。だから、今日初めて、このチャンネルのなんか動画を1個見た。この動画 2, 2、3本見た。元気なおじい、昨日知った、おととい知った、一週間前に知った。そんな方が、i ビデオの良さとか、 i ビデオのまかないメニュー裏メニューにどんなものがあってどんな魅力があってどん,どんな安い値段で借りれてこんなふうにいかれたらこんなに得なんだっていうことをそんな短期間であの把握できるわけがありませんそれなりにおじいの動画何本か見てもらうとかそのために最新リストにまとめています i ビデオも普通にお客さんが i ビデオで検索してきたページを見てこういうものを安く出しているのが簡単にバレるようなページを作ってたら 潰されるよ <laughs> だから本当にね一般の表向きの商売これよりももっと i B D o の表の値段よりもレンタル w i f i でねとにかく検索してみて i B D o の表の値段の2倍以上の値段で月額料金びっくりするような高い値段でレンタルしているところがほとんどだと思いますレンタル w i f i でヒットしたところの,あのレンタル会社の値段っていうのはびっくりする値段だと思います ほとんどで無制限って書かれてても結局無制限ではない速度制限が発生するとかあの7ギガ以上使えないとか10ギガ制限とか必ずね無制限と書いてあっても無制限ではありませんこれは四季の木坂さんが言う通りなぜかというと一定の量を使って例えば7ギガ過ぎたら 128kbps に制限されますね でも制限されてもゆっくりあのスピードが遅くなるだけで電波が遮断して止まってしまうわけではありませんスピードが遅くなるけども使えるわけですだからどこのレンタル w i f i 会社も無制限容量無制限というキャッチフレーズで出してるわけですただ i ビデオの場合は何ギガ使っても速度制限が来ないモデルが存在しています それが 304ZOT という機種になります速度制限がかかった例を聞いたことがありませんそして今は 501HW という機種があります100ギガ制限と無制限プランと2種類あります紛らわしいです探し出すのが大変ですでも元気なおじいは動画の説明欄のところに直リンクを貼ってます そういう情報をたどり着いた方が貸ち組みになるわけです。買い登録の仕方がわからないよ。新規登録したらクーポンがもらえるの、それもわからなかったよ。そういう情報も含めて、元気なおじいの情報から見つけた人が貸ち組みになります。残念だけど、今はこういう世の中です。 公式サイトアイビリオの公式サイトが皆さんに分かりやすく格安で無制限のものをレンタルしてますよという分かりやすいサイトにしたらキャリア側から圧力が来て潰されますだから今の分かりににくいいようになっていますここ本当はねもう単純これだけのお話ですでこういう言いい言訳を i ビデオが言ったら公式が発表したら問題だよねだから全く商売とは関係ない一ユーザーに公式ではない i ビデオではないね影武者がね一歩業務を離れれば普通の人間ね店舗で仕事をしていると お店の人看板をしよった。でも一歩離れたらプライベートな人間。そんなプライベートな家具武者が作られました。あちらが来ました。ここにこれいくらであるみたいよ。これ、これいくらでこんなとこにこの話あるみたいよって、ね。中の人しか知らない情報があの公式ではないね。ね アイヴィリューという名前の看板を背負っていない、ね、あの、非常に怪しいアカウントが、元気なおじいのところによくね、DM とかね、コメントがね、よく来たわけです。こんなところにこんな怪しいのがあったよ、見つけたよ <laughs>。作ったばっかでね <laughs>。ねあの、ちょっと、潰されたあるよ。これ隠すあるよ。でも、こっから借りれば、 今まで通り,借りられるようねこんな感じでね、ちょろりと情報が来るわけです。そうするとお客さんが勝手にね、口コミで広げる分にはね、全然問題ないというか支障ないというか、公式の内容ではないですから。だらおじいのこのチャンネルは勝手な噂です。だからああいビデオはああですかこうですかって言うけど、おじいの勝手な思い込みの 勝手な回答はするんだけどもおじいの回答は公式の,あの回答ではありませんアイビデオの人間じゃないからね、うん、でもでもおじいのリンクは正真正銘安く借りれるリンクを貼ってます嘘ではありませんフェイクではありませんねだからねこの日本国内の本当の無制限を安く借りたいと思っている人は ものすすごくたくたさん存在していると思いますでもこの情報が国民皆さんに行き渡っちゃったらどうなっちゃいます東京・浅草線大阪を目立て2店舗しかないところで今スマホをめちゃめちゃ高く契約で使ってるユーザーみんなにバレちゃったらどうなりますアイビデオの ページが分かりやすくて、うわー、こんな、本当に速度制限もありません、無制限で、いやー、安い、2350円から、え、イモバイルだと2350円から、安い、え、ソフトバンク回線なのに、3200円から、安い、嘘でしょ、何か制限があるんじゃないの、なんかあるでしょ、なんかある本当に何もないの、うっさー、みたいなね、こんなふうにみんなにばれちゃったら、 発送業務間に合いますか発送業務間に合わないよねしかもみんなが i ビデオに流れちゃったら他の代理店どうなります他のお店どうなります i ビデオに客みんな持ってかれちゃった他のショップが売れなくなっちゃうからそうするとまたキャリアに文句言わないますんであそこばっかりあんなに安いんだ放置してるんだ 公式でこんだけんだけんうちらもこんだけのんだんで商売やって儲けてるのにあいつらがあんな安くやってるから商売上がったりだよ。どうしてくれるんだせっかく一件,見一件見つけたら一人何千円何万円儲かるのにアイビリオのせいで商売なんねえよ。ってなったらどうなる高く下ろして高く売ってるとこでいっぱい儲かる迂回の「う」だよね。 代理店は。キャリアがあったら。うかいのむなんだよ。お金を。ポンって掴んでね。どうしよう。はい、また、また借ります。三万円お貸しください。仕入れいくらですか、四千、了解、ポ <laughs> ン。お金返えて、また来るわけです。ね。で、また、どっかでなくしてきたんで、またちょうだい。パクンって来るわけでしょで、そんなに。 美味しいしかわいいかわいいうかいのほうがみんな全滅してしまうわけです。こうしたら、やろうアイビデオめなんてことしやがるんだなんてそんなヤスリしやがるんだってなるでしょう。あとギューってなるわけじゃん。ねだからね、あのー、この情報はなるべく公式サイトで わかりづらく。で、一部の理解できる方。で、パズルになってます。で、それを解読できた方。そんな方だけが。半信半疑で怪しいなと思うんだけども。いや、怪しいな、騙されたらどうしよう。でも、一か八か。三千九百円と消費税。そして、多く送料ね。五百四十円かけて、水曜日に。 注文するわけです。うわぁ、これで奇跡クラスプードしよう。そんな一か八かの人生をかけたチャレンジャーが勝ち気味として勝利を得てるわけです。そこに行くためにはものすごい決断がありました。アイビデオなんて聞いたことがない。大丈夫日本の会社じゃないの どうせ無制限があったって無制限じゃないんでしょどうせまた何かあるんだからやだよ。何か日本語おかしいし信用できないよ。でもその危ない橋を渡った人が今現在勝ち組なんです。その勝ち組の人は元気なおじいの動画をいっぱいいっぱい見ています。どうやったら新規登録できるのどうやったらクーポンもらえるの どうやったら割引どうやったらあどっから借りたら一番安いの何曜日に借りたらえ、自分手数料が無料なのそういう情報を努力して見てるわけです。話の長いおじの動画。そして手間暇時間をかけて頑張って苦労してどう,やどうしたら賢く i ビデオから本当に自分の求めてるのが借りるのか情報を得て そしてそれを確信に変えて分かりにくい注文の仕方で注文できてるわけなんです。そこにたどり着いてるわけです。だからある意味ね本当はあの四の木坂さんがちょっと情報引っかかった見てきた「分かりづらい」これが大成功なんです。ほとんどの方を「分かりづらい」で「ピン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 ね分かんないからいいや」つって。 ととかないともう忙しくて忙しくてサ304の JTT なんてもう発送が間に合わないから注文しようたってあさっての到着の便とか注文できない状態だから10月の上旬予約じゃないともう借りれないからそれぐらい点々まいです。501HW の申請源プランもね本当あのだん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 そうなってきてます。 だから本当に、ねあのー、昔は本当に分かりやすかった公式サイトもねそのまんまでも今はそれができない事情があるそれはキャリアからの圧力ですなぜキャリアから圧力が入るんですか他の高く売ってる要はあのー、正規代理店とかねそれ関連のお店からクレームが来るからです。だからせめて表向きは 看板上値段を他に統一しているわけですで実際にあの店頭とかに行くとね「安いのあるよ」「安いのから注文するとお得あるよ」「そっちから借りられるよ」今「今在庫あるよ」「お客さんどうするるか」こうやってねあのお客さんのために、ね、安い方安い方をねちゃんとね親切に教えてくれます。 人間性は、ね、ものすすごく温かいです知らないからぼったくってやろうという気持ちはありません一人でも多くの方に安く貸し出したいからねあの前はね LINE とかメールで問い合わせるとあこちらにありますよって案内してたんだけどそこにスパイがやってきてでそれでもまたねえらい目にあったらしいだからあのめったにねそういう問い合わせをしても怪しいからうかつに答えるな ってことこになってます多分ねだから聞いても教えてくれません公式にはね圧力がかかるからですいろんなスパイが目を光らしてますそんな事情をおじいは知ってるからこそそしてアイビリオよりも安くていいサービスが他にないからおじいは i ビデオが今日本で唯一のねトップ安くていいものを貸してくれるあのレンタル w i f i ですよっていう情報を出し続けています。そんだけど話です1年半前から言ってるようにおじいは富士 w i f i から乗り換えました全然条件がいいから本当にものすごく条件がいいです安心です 1>, 1年半 IBD を使ってシャンマリオン j t を使って困ったことは一度だけバッテリーの持ちが悪くなったんで困ったでそれもちゃんとお金1円もかけずにちゃんとね IBD が交換してくれました保証してくれました他のところではやってくれませんねあの1年だか2年以上経たないと交換してくれませんしかも送料は自分持ちだよ ね、な何とかサポートに入ってないとあの交換してくれません新しいのにねアイビデオはちゃんと使えるものをレンタルで提供するっていうね使えるものを渡して当たり前使えなくなったら消耗品でも使えないものからお金は取れないから返されるからだからちゃんと無償でサポートしてくれますすごいでしょでそんなに条件のいいことを そう簡単に真実を知られてなるものかなるべく隠したいわけですだから本当にね本当に地道に本当に使って満足した人から口コミ口コミ口コミで広がっているのが i ビデオなわけですだ一気にバーッと i ビデオが広がってしまったら実は困るんですで i ビデオっていうのは 旅行者向けに1日いくらのレンタルで1日350円とかねあの他のところは500円600円で高いんだけどアイビデオはあのに日額でもあの旅行者に貸し出しをしていますその値段もあの非常に安いです他に比べたらでおじいの勝手な想像なんだけどもたくさん契約した中の大体いい容量がドカーンって 契約した中でね今借りてる304の無制限プランと旅行者向けのまあちょっとこうあのこれに比べたら割高なんだけども通常の値段を割ったようなねでその値段で日額で出してるねそっちはあんまみんな旅行者はそんなバカみたいに使わないでしょほんとちょっとしか使わないでしょ普通ね旅行できてる人ってだからこっ,ちのこっちは使わないこっちは月額力で使ってるのの 束ねてるから全部をトータル総合するとあの契約の要領を飛び出ないようにうまく調整できてるんだと思います大体いいね、あのー、他のレンタル Wi-Fi の,、ね、あの責任者から、ね、実はこんな内容こ,んなこうなんでしあんなんでしょうっていうねおフレコ話ですると、まあ、そんな内容で教えてくれました IBD、ね、のマイナ担当者もね何となく教えてくれたけど大体、まあ、あのー 両者の教えてくれる内容はだいたい共通しているので、大、ま、体、あ、いい同じだと思います、これはね。なので、あのアイビデオの場合は、本当、旅行者向けの日次向け、ものすごいいろんなところに提携してね、割引クーポンも出してるんだけども、そっちの方がものすごく忙しくね、だからお店の方に行くと、もう、すでに人がいないことはありません、あの店舗の方もね。 でね昔は汚いねもうあのか、ー、き分けで入ってたようなところから今綺きれいになったそうです、本当ねあのー、動画で見ました、今は綺麗になってるよって感じで、ね、そうやってねどん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 ん進化してるんだけどそれでもね本当知る人ぞ知るアイビデオで調整していかないと今度、こっち側の方がたくさん揃えちゃったらもうあのー、こっち側の方が少なくなっちゃったら全体的容量が無制限で使う人が増えてきたら困るわけです。 だから勝利を得られる人っていうのはもう数に限りがあるというか人数に限りがありますこの中に自分が入れるか入れないかは己の努力次第ということになります検索してアンテナを張って「元気なおじい」のこのチャンネルには旧 i ビデオ最初の頃の情報そしていろいろ切り替わった後の i ビデオ そして機種ごとの再生リストを細かく作ってあります気になるあの機種の流れを見ていけばどういうものがあるのかどういう流れだったのかが全て細かくわかると思いますで新規登録どうしたらいいの割引効果はどうしたらいいのどう借りたらいいのとか内容日に借りたら得なのとかそういう情報も全て情報としてあの出してますだあのアイビデオっていうねあの中に見れば わかるしあとあのアイビデオ Q&A というねそういうフォルダもあの最新リストも作ってあります大体いい一般の方が質問してきた内容はそこのところで答えてますそういう情報を努力して見て探してゲットしたものが勝ち組になれるわけですそういうことですだから元気なおじいも本当にね無差別に そこのところを理解できない方に広げていこうなんて気持ちはこれっぽっちもありません。本当ね。全くありません。これ,これっぽっちもありません。ね。本当にね、あの、分かる仲間、アイビデオを理解できた同士で、にやっとしましょう。周りの人がね、 あのモンスタープラスでねなんかお得した気分だなとかね、うん、これ使ってる分にはいいよって「あそうなんだよかったねそうなんだうわ悔しいな」って言いながらねニコ,ニコ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 しながらねそうなんだっつってねあの勝手て見渡せれば OK なんです勝ち組は。自分だけとりあえずね3,900円で正真正銘の無制限で快適に電波が使いたい放題使えてればそれでいいんです。 YouTube がね、あのー、フル HD でね、少しこ少しこ見れてれば、それでいいんです、ね。あれはダメ、これはダメとかね、そういうのも関係なく、容量も制限でね、なんでもかんでも快適に3900円で使えたら、それでいいんです。もしくは、501HW の無制限を正しく借りて、ここ重要ね、正しく借りて、毎月3200円の消費税で、 容量無制限でシャンマリオン ZT と同じようにね安く使えてラッキーあら他の方おかわいそうに、ね、この勝ち組に入るかどうかなでこれをまたね他の人に自慢することは一切あのしない方がいいだって 説明するの大変だし説明しても理解してもらえないし説明して理解してもらったところで自分にプラスが何もないでしょだから本当にいい話っていうのは自分の中でこっそり得たらねやったらっきりで本当に自分の大切な人だけにこっそり教えてあげるいや実はあビデオでさ本当の無制限つがあるんだけどいやこれ本当にいいんだよねこれね内緒だけどさ 教「えてあげるよってう、ね、えそうなの?」ってう、ね、こういう感じでいかないとあ,のあんまり大きな声出してねあの言っちゃうともしアイビデオが圧力かかって使えなくなっちゃったらなくなっちゃったら困るのは自分たちなんですだから元気なおじいもあの本当はなるべく分かりやすく説明してるつもりなんだけどもとにかく過去の動画を見てねってね もう,それを言うしかありません本当、ね、でリンクもあるんだけど、ね、そのリンクも見ない人とかいるわけだしビックリマークのとこにね重要なあの登録の仕方とかね「これが最強」とかビックリマークのとこにリンクも貼ってるけどそれにも気が付いて見てくれない人とかあのこの動画の説明欄どうやって出すのとかねそういうの知らない方もいるわけじゃん。ち、ね、ゃんと直輪貼ってあるのに だからあのもうそれを、ね、発見できない方は残念な方。本当に、ね、だから、ね、そこで、ね、諦めるか、うんならいいや、ふんって感じで、ね、あの振り向いて、ねあの規制、規制のある、ね、あのキャリアの道をたどるか、ね、いやそれでも私は諦めない、ね、野田樹ジュ,ジュちゃんって知ってる野田秀樹の娘ちゃんめちゃめちゃ可愛いいんだけどめちゃめちゃ早いよ。 今 F3 乗ってんじゃなかったっけ、ね、日本人初の、あのー、F1 レーサーなる女子 F1 レーサーになるしてね、あのー、今夢見て頑張ってるけど「私は負けない」っていうタイトルの、ねあのー、やつがあるよ、ね、そんな根性を出して「私は負けないアイビリオの真の無制限レンタルキャリアとか他にも全然安く借りてやる 本当の無し訳を快適をゲットしてやる。そういう努力をした方が。いッとしてね。笑うことができます。だおじいも最近ね。あの、あんまり武器になってね。あの。シャンバリのジェットティーとかはね。おすすめしてないんだよね。あの。レータにしようと思っても。もうもが少なくなってきてるから。あの。あさって。あの、三日後四日後五日後の予約をしても。借りれません。 で借りれないよってコメントくれた方は本当に困ってる方なんでああの日が近いと借りれないからちょっとあの開始日を1日ずつずらしていってこうって、ね、あ本当だおじいごめんね10月の,あの1日以降だったら予約できたサンキューって書い、ね、よかったね買ったよっておめでとうってねこうなるわけですでそこでねあれおかしいなカートに入れたけど在庫がありませんなってうあそうなんだ もうここで諦めた人はもう根性なしの人はそこで終わった人入荷したらあのメールで連絡を受け取るっていうボタンもあるのにそのボタンも押さないでなんだ在庫切れかんじゃしょうがないな諦めよう惜しいとこまで行ったのにそこで諦めた人はそこまでだった人ねこれが運命というものなんですちょっと厳しい言い方かもしれないんだけどもね あのまあ、今回の、ね、この、まあ、四季乃木坂さん、ね、公式サイトが分かりづら,あの分かりづらすぎます、ねまあ、3日間で10ギガなどもない完全無制限で YouTube なども再高化して見れるものはあるのですか、ね、おじいも散々、ね、あの出してます、ね、これれを借りれば 最強だよ。304、そこのあなたの夢がここにあります。304ZT という無制限プランがその夢を叶える機種になります。そしてあと 501HW というね無制限プランの機種があります。それは3200円。304ZT は3900円。差額は700円あります。でも 304ZT を借りた方がおじいは、あの、勝ち組だと思います。ね。あります。 i ビデオの裏メニューに存在していますすごいでしょ表からも借りれるよ501の無制限プランただ値段は3696円だけどね3200円じゃないけどねうんでもあのまあその値段で借りれるんだったら安いと思うよただ元気のおじいのチャンネルをちゃんと あの見てくれる方は3200円と消費税で同じ 501Hz を無制限が借りれますそして表メニューにはないットテ z t が借りれますだこの答えとしては「あります」イエスです、ね、この視聴者 Q&A のこの質問に関しては3行目「YouTube なども最高画質で見れるのはあるのですかあります」 そして、さっきもね検証したんだけども、このサンマリオン z t で、そこに iPad があって、リオンとこれ、の紐付けしてあるんだけれども、元気なおじいのチャンネルは 720p でアップしてるんで、720p で見ることができます。で、1080p とかね、フル HD でね、のその画質の方を再生しても、ちゃんときれいに再生できます。全然問題なく、高画質で見ることができます。 最強ですそれが i ビデオの中には存在していますこれが元気なおじいの回答アンサーとさせていただきますへえそうなんだ、ね、質問が来ればおじいはちゃんと答えますで気になる方はいくらでも質問してください、ね そして今言ったように元気なおじいは皆さんに分かりやすく説明しているのをちゃんとあの再生リストを別にちゃんと用意してあります整理してあります元気なおじいの再生リストをぜひ見てみてくださいそして再生している時にこのビックリマークねこのビックリマークのところをちょっとクリックしてもらえば関連の重要な情報がそこにぶら下がっていますそこから ヒントを得てくださいそしてこの動画の最後にパン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 ってこう出てくるからねあのスマホで縦画面で見てたら出てこないけど横画面で見てると動画が終了した時にパン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 ってこう出てくるんでそこにも重要なやつが出てきてますそしてねこの動画の説明欄ねこれを発見することができた方は動画説明欄の一番下のところに まかないメニューねあの一挙公開一覧大公開っていうねそのリンクがありますその動画の説明欄のところに全てのまかないメニューのリンクがダーッとリストになって載ってますで今はねそのなんかブラウザによってはその職人から飛ぶと注文ができないので あのマチビの数字だけ控えておいてその商品の,であのトップページから入ったらその後ろにその番号だけ手で入力して進むとあのまかないメニューに入りますよっていう技があるんだよねそのやり方もあの昨日の動画で説明してるんでそれをぜひね参考にしてほしいなと思いますこの動画までたどり着いた方は勝利をつかむまであと一歩ですあと 一歩ほんの少しの努力をすればあなたももう電波の制限で悩まされることはありません正真正銘の速度制限も視聴制限もない快適な世界幸せを安くゲットすることができます元気なおじいのおすすめは 304ZT。これ、まかないメニューにしかありません。304ZT。税別で今3900円です。これを借りれば間違いありません。本当一押しです。おじいの中では 304ZT 一択です。で、まあ、もしかしたら100ギガが来てしまうかもしれないというね、あの爆弾はあるんだけれども、 501HW の無制限プランこれはあの月額3200円と消費税で借りることができるのでまあそちらもねあの予備としてはおすすめになりますそんなわけで本当の勝利をつかめる方ほんのね一握りの方だと思うんだけどもねせめてこの動画にたどり着いた方はあと一歩頑張ってください。ここのビッククリマークを 押ししててててみみると関連動画が出てきます参考にしてみてください以上、おじいでした。この動画が参考になったよって方は、いいねを押してね。チャンネル登録をしてない方は、ぜひぜひこれを機会にね、チャンネル登録をしてください。おじいのテンションが上がります。きっとこれから先も、あなたが求めてる役立つ情報をアップしていくことを約束します。チャンネル登録をお願いします。以上、おじいでした。またね。バイバイ。